いつもと同じで転換からやってるんですよね。転換って転換って転換ね、転換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 、こうして自分の姿勢がまっすぐが大事ね。まあこういうとこあんまり関係ない、こういうとこ行っちゃうと来ちゃうから来ちゃうからね。こう道を開けて、彼の道を開けて、あちらへどうぞ、そういう感じ。それとその時に安定してるとここを感じてるっていうね、感じて、か次何したいのって、そういう感じで、そうそうそう、とか感じてるのね、感じてる、そういうふうに感じてる、こう感じてるってことね。それと自分の姿勢がまっすぐっていうのは優先ですから、じゃあやりましょう。ここを通じて彼とコミュニケーションしてるって感じなの。だからここをホチッチにしろとか意識しないでってやってるんだけど、意識しなかったらやられちゃうの。だからあくまでも意識してるのが、意識してるのはここね、ここしか接触がないんだから彼と。だからここを無視してやりなさいって言ったらやられちゃうんだよね、ここね。で彼はここ持ってきてるんだから、彼はここで、僕もここで、ここは無視して、無視するようにこの嫌だからこう入って、でもうここは意識してるの、意識してるけど意識してないようにやってるの。そこが難しいところなんだよね。でこうここに行き過ぎちゃったらこうなっちゃって、ここ忘れちゃってこっちになっちゃうの。忘れちゃうからね、ここをフォーカスするとこっち忘れちゃうの、こう蹴りとか忘れちゃうの。だから意識はあくまでもしてるんだけど、こういうふうに変わって、それで意識してるの、ここを意識、ここ接点は、彼との接点はここしかないんだから、だから自分はここを無視するのはいいんだけど、意識してるの、意識して向こう向いてても意識してるの、ここ意識してるの。そして何してくるのかなって言って上と下やってるので、言葉は難しいからね、通訳できないんだけど、要はここ感じてるの、ここ触ってるところ感じてるの、それが大事だから、だからそれを感じてやってほしいな。ここ感じたね、上と下、こう上、上はこう上、下は下、下、下は下、下、下は下、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 ここで、ここしかないんだけど、ここで彼を感じてるのね。ここをやってることによって、見てないんだけどね、見てないんだけど、ここで彼を感じてるってことを感じてるの、感じてるの。だからこういうふうにできるの。だから感じる練習っていうかな、感じる練習だから、こう上でもこう 上だけど、僕は向こう、まあ適当なとこ見てんだけど、彼を感じるのが仕事だからね。こう仕事、これ仕事、仕事、仕事だから言ってるってこと。だ見てないけど、見てないけど無視しなさいよって、こうやって無視してるわけじゃないの、感じてるってことね。感じてるってことは、愛ちゃん感じてるの、感じてる、ここ感じてるの、見てないけど感じてるの、感じてるの、ここ、それが大事だから、そういう稽古だから。まあじゃあ少し上と下やりましょう。こういう古い人いるじゃない、そうするとね、こうやってやってきたら、ほら ぶつかっちゃうんだよね。それからここ無視してここに来たらやられちゃうの、彼はやられちゃうの、待ってるの。だから意識はしてるんだけど、彼が勝手に倒れるようにしたいわけで、僕が嫌で、彼はなんで、こうやってやったら、こうやってやったら逃げちゃうの、彼は逃げちゃうの、逃げちゃうってのは向こうに逃げちゃうの、ね、逃げていいよ、逃げ、そうそう逃げちゃう、逃げちゃう。だからここ痛くしてないの、彼が勝手に倒れるようにやりたいの。彼が勝手にっていうのは、彼の自由意志で受け身を取ったっていうふうにやりたいの。だからここはあんまり、ここでコントロールして、こうに彼をコントロールするんじゃなくて、彼がこう自然とほら行かざるを得ないようにしたいわけ。行かざるを得ないっていうのは、こういうところ突っ張っていけば彼は当然逃げていくし、こうやって入ってきて、こうやって上げてくれば当然
当然この手プロテクトしてるんだから、彼はねプロテクト壊されないようにしてるんだから、だからこういうふうにギューってやればこう痛くすれば彼は嫌だよって逃げちゃうわけだから、ね、彼が主導してるっていうのを大事にしたいわけ、彼が主導してこう行かざるを得ない、行かざるを得ないよってそういうふうにやりたいわけ、彼が主導してるって、彼がやってるって、彼が受け身取ってるって、そういうことを考えてやらないと、やらないと自分勝手にこの手壊しに行っちゃったらやられちゃうんだよ、こうやって、ああ嫌だったらさよならだよね、こうやってああ嫌だってさよならだよね、で そういうでこうやって来てこうやってこうやって入ってきても嫌だったらさよならってこうやって話して逃げちゃうんだから、だから相手逃げられないように、逃げられないように、逃げる場所がないようにやりたいので、そういうことを考えてやってほしいってことで、形があるからこうね、四方投げの形、こう逃げられないように、逃げられないように、逃げるつもりが、逃げるつもりがあっても、何やって、逃げるつもりがあっても、逃げる、こうだったら逃げられちゃうの、こうやって話、いつでも話せる手だから、こういつでも話せる手、いつでも腰変えられる手だから、こうやってやって、こうやって話そうと思えば、話そうと思えば大きく回ってきて、こう来ちゃえば、なんていうのかな、逃げられないんだよね、僕はね。でこうやって来て、こうやって来て逃げられたいなと思って、この手を縮めて自分の中に入れてきたら、彼はくるっと回って、くるっと回って、あ、そう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 、したら逃げられないよね、これね、逃げられないで重心取られちゃったって、そういう形にしたいわけ。でそういうことで形がいろいろあるから、こう形そしてこういつでも逃げられないようにということね、あのギューって痛いからやられてるんじゃないんだから、あの相手はね、自分が転びたくて転んで、自由意志で転んでるんだから、逃げたかったら逃げれるのだから、そこをだから逃げられないようにやってほしいってこと、言ってること分かりますか、ちょっと難しいけどね、じゃあちょっとやってみましょう。例えばさ、こういうふうに持ってくるじゃん、そうすると僕は受け身の立場だから、受け身きれいに取らなきゃいけないなと思ってるよりもね、自分がこう受け身を取った方が安全だなとか、彼がやってくるからね、彼がやってくるから受け身を取った方が安全だなと思うから倒れてるんだからね、あの僕の仕事だから、受け身の仕事だから受け身やなきゃいけないって言って受け身やってるんじゃないの、だからあの反発するよりも受け身取った方が安全だなと思うから、だからこう来て四方投げやって、ね、こう手離してもいいんだけど、手離すよりはこういうふうについていって、ついていってあーって倒れちゃったって、この方が安全だなと思う、安全だし、こういうとこ壊さないしいいなと思うからやってんの、だそういうふうにやってほしいんですよ、であんまりこういうとこだから壊しに行っちゃったら壊れちゃうんだから、だから壊さないで、こういうふうに、そしてこういうふうに入って、そしてこういうふうに落としたって、そういうふうにやりたいのね、そうじゃないと壊しちゃうことになるから、あいあこうやって壊すんじゃないんだよね、でいろいろ原理があって、その外れていくとやられちゃうし、外れていくと無理やりやることになっちゃうの、こうやって、だからここのへそでこういうふうに近づけておく、それから遠く出すんだったら出して、こうやって回していくとすごい大変、ストレスがここにかかるから、だから近いで、近いで中心でこういうふうに回ってる、そうすると全然力いらないよね、こうやって離してやると大変、こう肘壊すとかね、でもこうやって近づけちゃって、彼がこういうふうに反応してきてるのに、こういうふうに近、自分に近い、こう近い、離れてると大変だよ、これあーこれこれだけど近いの、こう近いと体重垂直に使えるから、こう全然ほら垂直に使えるから全然楽ちんでしょう、こういうふうにほら、でもこう離れてたらやられちゃうの、あっ離れたらこうもがれてやるぜ、やられちゃうの、だから近いとか離れてないとか中心使うとか、そういうことね、そういうことで彼が安全にその受け身を取りたい、でこういろんな形があるわけ、こう
これね、うん、じゃあ次入り身投げっていうのをやりましょうかね。こう来て、こう来て、でこう離していかないの、自分の中に入れるの、中に入れるとここに入れるの、ここにこう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 やって来て、こうやって来たら、こう離れてたら、離れたら自分の中に入れるの、自分の中に、ね、この手は当然ボカってくるの、当然こう後ろ入ってきたら見てるから、彼ね、見てるから、こうやってきたら この手使いたいでしょ、ああそうそうそう、そうに来るの、でもその時はいないの、いないの、血で下落としてんの、そしてこういう風に上がってんの、そういう風にやってほしいんですよ。当然来るんだから、当然当然こうやって打ってきてさ、いなくなったらこういうとこ使いたいの、でも彼はいないの、そうするとやられちゃうんだよね、自分が倒れた方が安全だから、そういう形ね、そして入り身投げって形があるから、でこういうふうに入ってきたら入り身投げ、こういうふうに入ってきて、そして起きてきたらこう上から下落としてるだけで、そういう形でね、ちょっとやってみよう、やってみましょう、入り身投げ、いろんなやり方あって、いや、じゃあやりましょう、あの、で僕がやってるのはね、もらうっていうの、もらうって、もらうって、相手をもらう、自分にもらう、だからここに行って、ここに来て、ここに来てね、こあるんだよね、あるんだけど、後ろを通り越したわけ、通り越したで、通り越してさよならでもいいの、さよならで自分が安定してるから、で通り越す前に、通り越す前に、ここ通り抜けてくるときに、通り抜けてくるときに自分にもらうの、ここに、で自分がいたら、ここにいたら彼は起きて、こう来て、もがってここに来ちゃうの、これね、ここでやられちゃうの、自分がやられちゃうから、こうやって通り抜けてきたときに、自分にもらってきたときには、こう崩れてきたときにいないの、いないの、ずれてんの、彼か、彼が居続けてやらないってこと、居続けてやらないで逃げてるってこと、こうやって入ってきた時にこうやって落としたりしたんだけど、この後起きて待ってれば来るんだよ、ここにね、反撃が、でも反撃がもらわないように、こうやってこうやって落としてき、自分の中に入れてきたの、入れてきたの、そしたら こっちへ逃げてんの、自分がこういうふうに逃げてんの、だからほら、いたらやられちゃうから、いたらやられちゃうから、だから逃げてるの、そういうやり方でやってるので、いろんなやり方、イルミナがやり方あるけど、僕のやり方はそういうやり方だから、だからいろんなやり方でいいけど、あの、例えばさ、例えばこうやって入ってきて、こうやって投げるやり方とかね、ところがこういうふうに来て、僕のやり方はこういうふうに来た時に向こうへさよならするんだけど、さよならするこうすれ違ってくるときにこう、それから落としてきて、そして起きてくるときにここにたどまってたらやられちゃう、だからこういうふうに入ってやられないようにやってるっていう、そういうことねそういうことだから、それをよく見て、まあ、あの人もらってるなと思ったらもらってるように、僕みたいにもらって、でもらわない方法もあるんだけど、まあ、もらってる方法が、あの、今は一番いいなと思ってるから、自分にもらっていなくて、そしてポンって、そういうことね、そういうこと、もう少しじゃあ入り身投げやってみましょう。もらうときにね、自分が邪魔してんの、こうやって邪魔してるともらえないんだよ、これ、だから邪魔しないの、ここに落としたいんだから、いいよ、こういうやってね、ここにもらいたいの、この下にもらいたいの、下にもらいたいってことは、ここは自分がいたら彼の場所がないんだからできないんでね、だからいなくなってるから落ちてきたの、でいなくなるのが先決だから、いなくならないで落とすことはできないの、いなくならないで落とせないの、いなくなるから初めて落としたの、ここにいなくなるから、だから それがいなくなってないのが原因、自分がちゃんといなくなって、いなくなるの、いなくなることが大事だから、いなくなって
彼の場所を作ったっていう形ね、彼の場所を作ってあげないと彼は落ちてこないんだから、だからそういうふうにやった方がいいかなと思ってんだね。ちょっとそういう話あ、じゃあ今度ね、今度私はお前に正面打ちで場所もらうの、場所こう場所もらうの、ここもらってんの、これと離れてるとやられちゃうの、でも近いの、こっちが近いの、ほら近いから全然こう近いでしょ、ここ離れてないの、こう近いのね、近いだからあのすごい力なんだけど、そしてこうやって出してる、そういう話、そういう話で、こういうところで競ってるとやられちゃうの、こうやってやってると次が来るから、だからここはなるべく競わないで上に上げたら自分は次ここもらうの、こうそういう話ね、あのピュンって打ってくるのはここ大体ここで競おうとしてるから、これ競い合いなの、打ってきたらこうで場所もらう、そういうふうにやった方が場所もらう、場所だけもらって手競ってないよね場所が先決、こう場所が先決、手は何もしてないので、場所だけで、いろんな技があって、あの例えばさ、こういうふうに避けて、そしてこういうふうに入ってくるとか、それから照明打ってきたらこういうふうに入ってきて、こう場所だけもらう、場所だけ、ここ近いよ、近いで、場所の取り合いっていうかな、あの遠いとやられちゃうんだから、遠いと力になっちゃうんだから、だからなるべく自分の体重を使って場所を取り合う、そして一挙って形ね、こういう一挙の練習あるからやりましょう、あの場所が大事だってこと、競い合いよりも競い合いだとやられちゃうから、競い合いじゃなくて場所、こうした、そういうことを、まあ、今後ろ入っちゃったけど、後ろ入ると入り身投げで、表入ると一挙って、だいたいそういう形ね、で後半に入ってきて、後半入ってきて内側から入る、で場所、じゃあちょっと一挙やりましょう、みんなね見てるとね、こう来てね、この手の長いの、こうやって長いの、こうやってこれ上はまあこの手でこうやっていくんじゃなくて、自分がこう場所もらうの、場所、こう場所もらうの、それが大事なの、だからここを競い合うはなるべく出したいの、だからこうやってここを来ちゃうと、これが邪魔で自分が入れなくなっちゃうの、こっちで入れないの、これねやめてるの、だからこういうふうに入ってるの、こうやめないと入れないの、やめないと、これが強いから、みんなで、いろんな稽古があるのね、いろんな、みんなこうやって一挙だと、こうやってでもこれやめないとダメ、これ上じゃないから、向こう斜め上だから、上はこっちだからこういうふうに、上そしてこういうふうに、あのなんていうのかな、これをやめる稽古なのね、これをやめる一挙の稽古、そういうふうに思ってた方がいいの、みんなここで基礎やしのぎ合っちゃってるから、こうやって勝てるわけないの、それだったら自分が入ってきて、こうね、こうやって入ってきて、そういう稽古、そういうもんだと思ってやった方がいいよね、あのだから今度は入ってきて、こういうのやるか、こういうのね、近いの、なるべく近いので、こう打ってきて、近いの、こうやって、いいよ、打ってきて、こう、近いの、こう入ってきて、
そして近いの、そしてお近いの でいろいろさばきの稽古っていうかな、なるべく近いで、この打ってくるのはこれは訓練のためだから、これ当たらないために、当たらないために次やるのは中に入るの、中に入るためにどういうふうに入りますか、このまま入ってもいいよ、このまま入ってもいいし、それからこうに来て、これね、こうに競わないため、こうに競わないため、こう競わないためにこういうふうに打たしてきて、こうに入ってきてもいいよ、何しろ近いで、いろいろさばきがあるから、いろんなさばきで練習した方がいいね、こうに来てね、さばくね、さばくのね、じゃあこれやってみようかな、こうやってこうね、こうさばく、近いの、ここに近いの、ここに惑わされないように、ここにこの打ってくるとこの手に惑わされないように自分が候補に入ってる、それが大事だから、惑わされないようにいろんな形があるから、で少し各自にできるからね、やってみましょう、この振りかぶりのこの手は相手、僕にお付き合いさせるためにのこういうまやかしの手だというふうに思ってた方がいいので、これに付き合っちゃったらやられちゃうの、だからいや、そうだ、やられこういうふうに付き合った時にこうできた方がいいの、こうやって上がってきた時にこういうふうにできてた方がいいのね、上がってきた時にこういうふうに入ってた方がいいの、それで脅すとかね、そういう話だから、ここは付き合えよって言ってこういうふうに上がってきてるって思った方がいいの、そして俺はこういうとこ手は関係ねえよって、関係ねえから入るんだよって、そういうふうに思ってた方がいいわけで、この線だけはもうここにいたらやられちゃうんだから、だからこの線外してこういうふうに入ってる、じゃ全然関係ないね、そういうふうに思った方がいいのそれで正面打ちの稽古とか横面とかね、そういう稽古があるわけで、稽古の時にこういうふうにやって ここ狙って打ってくんだよね、ここはね、でその時にさばいて、でここはあんまり関係なくてこういうふうにほら入ってるの、そういう感じね、そこう来てほら、そして四方投げだったらこうこういうふうに来てほら、で小手返しだったらこうで、いろんな形があるから、でこうね、こうそしてこうで、横面打ちを少しやろうかな、こう来て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 、近いの、ここね、近いの、離れてないの、こう来てこう、離れてたら彼は例えばギュッてやったら彼は強いんでしょ、強いんだから、だから離れてたら近づいちゃうってことよ、こういうふうに近づいちゃうの、そうするとすごく弱くなっちゃった、離れてやるのはすごく良くないの、おい行かないんだから、だから近づいちゃうの、こうやってそういうふうにやった方がいいね、でなるべくこういうふうにの手を関係なくて近いの、離れてないの、近いの、自分に近いの、そういう形でね、じゃあ横目打ちでこう横目これにこう言うとこれはやられちゃうって形だから、次待ってんだから、これでだからこう打たせちゃってこう近いその2つね、じゃあちょっと横目打ち、外側だいたい内側とか外側、こういうふうに打ってきたのを外側とか、こう外側ね、彼の外側に入ってきたんでしょ、でそしたら今度はね、こう来たらこっち入んの、内側から近いの、こう近いので、こう来たらこっち入んの、そうそういろいろさばいていけるから、内回り回転ってここ待ってんだけど、ここに入って当て身出たら
彼崩れてっていうふうにやってんだけど、これが生きてる、こうやって入ろうと思った瞬間に来ちゃうのね。だからやばいじゃない、こうに入っていけないってこと。だ彼の視覚、彼の視覚ってのはここなんだけど、ここを必ずこういうふうに見てて、そしてこの手を殺して安全だよっていうことで入ってるの。不安な場所で入ってるとやられちゃうから、必ずこう来てこの手見てんの。ほらね、ほら回ってくんだよ。だからこうに四角もらって、四角ここ、四角もらっておへそが向こうで安心、僕は安心、そして初めて入っていった、こういうふうに、そういうふうにやりたいんだよね。で次の手を見る、自分がやばいかやばくないかっていうのはそう感じる稽古だから、こうね、こう来たら安心、それからこういうふうに入ってる。じゃあそれ少しやってみようかな。隠し技ですねって言われちゃったんだけどね、こう来てね、こう来て、いくら資格もらってても、いくら資格もらってても、こうに来たらやられちゃうってこと、この手自由にしてたらやられちゃうってこと、こっちから入ろうと思った瞬間に やられちゃうのね、これ。だけど、こっちにこの手を殺したいんだから、この手殺したいの。ってことは自分の手をこういうふうに出してるの、こういうふうに。でほら死んでるよね、死んでるところを入ったの、こういうふうに。だからこういうふうに来て、こういうふうに来て、こう入ったらやられちゃうから、だからこう、まあこう来たりね、したらこの手は、この手がないとやられちゃうの、この手はこういうふうに入ってるの、この手を殺すためなんだから、こうに。そしてこうね、そうするとこの手に死んでるの、そしてその間に入っちゃったの、後ろに。そういう話なんだけどね、まあそれは稽古してるうちにだんだんとできるようになると思います。じゃあやります。じゃあ最後にこれやりましょう。最初は最近はね、こうやって行くんじゃない、行くじゃない、でここは相手とここを競争するんじゃなくて、この手の力はなんていうの、腕の力をやめてってこっちにスイッチする、こういうふうに形はそのままで。で外からは見えないんだけど、ここ手でいってんだけど、手でいって、もうこれでやめてんの、僕の手。そしてこっちにスイッチしてんの、こっち、こういうふうに。形は同じで、これはもう手やめちゃったの、そして体が入ってるの、そういうふうに。で うまくスイッチする。で相手にもわからない、自分にもわからないって相手にわからないようにして、で手は、これは無力って、手は無理だから、ここにスイッチしてるの、こう。そういう話ね、まあそういうことを最近はやってるんですよ。だからそれやれって言わないですけど、まあそれをも練習して。ああ難しいね、まあ難しいけど頑張ってやるしかないです。よし、はい。